和紙の里と呼ばれる福井県越前市。この地に紙作りが伝わったのはおよそ1500年前。長田製糸所は先々代が確立した手すき模様の技法を受け継ぐ襖紙と呼ばれる大判の紙作りの工場。株式会社長田製糸所代表取締役長田和也さん。襖紙という仕事を始めてきて私で3代目になるんですね。紙でどんなことができるか、紙そのもので模様を作る、そこにすごい情熱を傾けて紙と生きるっていうような気持ちで、仕事はしております。襖紙はきちっと残しながらなんとかね、次の世代にも作れる技術を残していきたい、新しい紙を、新しい表現を作っていけたらなっていうふうに思っています。地元の銀行は和紙業界と100年以上の付き合いです。歴史ある紙産業をしっかりとこれからも支えていきたいと思っております。長田さんの未来への言葉。紙と生きる、時代とともに進化し続ける和紙の暮らしを追求していきます。